はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日も暑い中地獄の外取りに来ました。今日はね、知る人を知る吉田神社っていうところなんですけど、左手見てもらうと、これ京都大学です。この京都大学の横っつうか裏っつうかにある、バカでけえ神社なんですよ。バカでけえって言っても、京都じゃこれ普通ぐらいの大きさかなと、もともとここは吉田山っていう山があって、その昔から神様が集う場所っていうちょっと神聖な場所としてされてた山のところに、西暦859年やったかな、清和天皇の時に、藤原の山影公っていう方が、よし京都の守りの神社作ろうぜっつって吉田神社を創建されたって、そういう場所です。厄除けとか、あれとかこれとかそれとかあれとかそれとか開運だ、盛りだくさん結構なんだろう、神様のテーマパークみたいなところで、ここもいろいろと神社がいっぱいある場所でございまする。ね、これ兄弟ですよ、ずっと兄弟。さすが国立大学やね。でかい、ちなみにこっちも兄弟です。ああ、兄弟、俺も入ったよ。見学？学食だけ。兄弟の学食、寮が安いんだ。一般の人も全然入れるから。ここは兄弟の本部校。よく写真に載ってる場所ですね。兄弟って言えばここの場所は写真に載ってるところですわ。ですわ。京都ユニバーシティ。ご覧あれ、鳥居でおます。吉田神社。それでは参ろうではないか。いざ参る。いやー、すでに暑い。今のがね、一の鳥っつうんですよ。いろはすうま。お水飲まれます？結構です。結構です。もう9月の半ば、これ撮影してるの9月半ばなんですけど、さすがに9月の半ばにもなったら涼しくなるかと思ったが、残念でしたね。ここね、駐車場あるんですよ。お金取られないんで、ゆっくり神社探索してもらえたら、と思われまする。やだなあれ。なんかあれはね、ちょっとここ最近この間からちょっと階段付いてるな。体張ってること多いような気が。階段付いてるね、あなた。何の修行っすか。
ぼっち旅も階段に恵まれてるよね。そうなんです。行くとこ行くところ、まだここはなだらかだけれどもちょっと長いぞみたいな急な階段になんか恵まれてまして最近ね、やばいなこれ。なんか体力勝負なことが起こるんですかこの先じゃあ私こっちのなだらかな階段行くから、こっちのこの急な坂道をダッシュしてください。なんでダッシュなんで意味わからんわ修行見たらいがあるみたら修行で、どんな修行だよこっちはなんだ、こっちはまた別か、別宗教法人。うん、あこれか、これか、なるほど、これで清めようと。清めたまえ、清めたまえ、払えたまえ、はい、また今取ります。お邪魔しまんにゃわ、神々の集う場所、予定です、はい、しょ、はい、しょ、こちらです、どうぞ、もう見るからに行くのあれよちょっとげっそりなんです。上り坂と階段ですよだし本宮、あってた、859年中納言だ、そう、中納言藤原山赤月光が平安京の守護神として春日の四神を勘定し、以来朝廷の信仰を厚く、991年には朝廷から特別の奉幣を受ける、22城の前身である19奉幣にです。素晴らしい、行きますか。すごい綺麗に、え、踏んでいいのか、いいのかな、踏んでお邪魔します、いいと思うけどめちゃくちゃ綺麗にっていいですね、だからしっかり綺麗です。お参りするときに風が吹くっていうのは神様が喜んでる証拠なんだよ、うん、すごくいいこと、いいことが起こるね、これは。あら、あなた何なさってるの、こんなところで。また夏だったっけ。神楽お菓子社高神の神がいるじゃん、ね、大山土
大山土、あ、昨年のお父ちゃん、あらま、行ってみましょう。階段だけど、もう階段登るの慣れてきたっしょ最近。よいしょよいしょよいしょ、うっと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 、お参りしてから、いつか私ここで待っとくんで、一回降りてきてもらって、登ってきて確認してきてください。いってらっしゃい。どちらさんですか。わかんない。早く登ってこーい。鬼か。修行です。日頃の運動不足解消で、はい、お帰り。どこまで行っていいのこれは。ここまで行っていいと思うよ。サクッと下りましょうか。最低だなお前。わあ、この階段すごく危険な。なんとも言えないこの形、段差と傾斜がすごいね。これ前のめりの傾斜がやばいな。すごいすごい。よいしょ。これを見てきてくれたんです。なんだこれ。さだれした、君が代に出てくるサダレイシ。おお、データラボッチだ。わかるかな、データラボッチって。わかる人知らないかな。もののけ姫に出てくる神様。シカじゃん。何の。シカは、その、もともと神様の使いって言われてたんだ。さーて。今さらですが、今更ですが案内図。今どこにいらっしゃるの。本宮、神楽岡、若宮降りてきて、四冠道、ここだ。こっち登ると龍神社がある。これはいかなかね。ここが公園。離れにいらっしゃる方が、これは多分ね、回ってこれますね、はい、回ってこれるので、はい、まずこっちから行きましょうか、なんかの日、神様がいる山。
料理、料理って書いてある。料理。本当だ。居酒屋に向けて居酒屋に向けてお参りを。藤原の山影湖を祀ってるのかな。そうね、恵比寿神、恵比寿さんと吉田神社を創建された。どっからしょぼ